スポルサイズのマキーと大上です。明けましておめでとうございます。2023年おめでとうございます。ありがとうございます。今回は大江さんと2人でボルダサイズチャンネルの企画動画を振り返っていこうと思います。イエーイ。たくさん企画動画出したんですけども、今回はこちらの3つについて振り返っていきたいと思います。これとこれとこれです。どれだ？はい、これです。この動画の最後にはですね、ボルダサイズチャンネルの今後についてと大江さんのな話もしますので、この動画を最後までご視聴と、はい、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をお願いします。高評価もお願いします。では見ていきましょう。まず一つ目の動画は挑戦状、女性クライマーが強い男性クライマーに挑戦状を叩きつけてみたっていう動画を見ていきたいと思います。はい、これいっちゃん初めの動画ですよ。そうですね、いっちゃん初めの企画動画、この頃からもう強いって言われ出してますね。言ってたんですね。いきます。いらっしゃい、ボルダさんのおなじまです。懐かしい、おめでとう。そしてこちらがパオリさんです。いらっしゃい、パオリさんです。いらっしゃい、よろしくお願いします。いらっしゃい。先週から YouTube 始めました。セッション会の風景とか、ほんまにイベントのね、ちゃんとした企画の動画のセット、これからボルダリング始めてみようかな、やってますね、とか初めて東京分からへんみたいなと思ってる人たちの参考になればいいかなと思って、初めての動画を上げていったりとか、ボルダサイズの懐かしのワッショイって言ったんですけど、もし面白いと思っていただけましたら、はい、チャンネル登録後半ぐらいからワッショイやめてるんですよ。そう、ね、そうですよね。実は実は知ってました。強い男性クライマーに挑戦を叩きつけてみた。強い言ってますよね。言ってますね。もう、はい、気になってますね。この間、香織さんが来た時に、小林さんの入ったらよかった。劇場ぐらいまで言ってたの、なんか最近の気がするんですよね。劇がついたのは最近ですか。そうか、強いワードとか。小林さんが止まるようなんですよ、ね、強いでも引っかかってたのに、劇でさらに自分の中で違和感が強くなりましたね。はい、おで、私もちょっと協力しながら、大江さんが大苦戦するような課題を協力してますんで、これはちょっとトライしていただきたいと思います。楽しいです。では早速乗ってみましょう。めっちゃ緊張してますね。あ、見てて緊張してるってなるんですか。はい、いきます。喋りがの全然晴れてない。ここスタート、この紫がスタート。まだ慣れてへんけど、はい、黒今以上に喋れてへんな思いますね。白赤入りの多分じゃあ1回目でしょ。あれあそうです、ね、1回目の入り取った時に、はい、はい、で確かに、黄緑の、でも客観的に見てる分にはそんなに緊張してるようには見えないんですか。こいつがあって、うん、そのめちゃくちゃガチガチって感じないように見えます。さん緊張しなかったですか。いや、してます、ね、ですよね。今もしてますし、ね、ですよね。はい、後半の方が僕らちゃんと喋れるようになるんで、後半の方もちゃんと見てください。徐々にいつもね、徐々に喋れるようになるんで。そうですね。これこの時作戦名決めてなかったです。ああ、後で後付けの。なるほど。もうちょっと下ろしてました。おお、いるの。おお、完璧。ちょっと、で、こっから、こっからずっと割ると、はい、ぜひ。これはやばいですね。
これ挑戦状と言いながら、もっとめちゃくちゃ狭いのばっかりとか、柔軟性を要求されるばっかりかと思いきや、中盤実は結構距離があったりとか、あのなんていうかめちゃくちゃこう大上対策みたいな感じの課題ではないところが良かった。後半手前がめっちゃ遠いんですよね。そこが後半だと思ってたよ。初めに、まあ、この後あれですけど、実際トライしてるとこで話した方がいいかもしれないですけど、実際トライしてってこう僕でも結構距離あるなって感じたんで、で挑戦状って聞いてたんで、これほんまムーブ合ってんのかな、想定なんないのって逆に惑わされる感じとかちょっとありました。へー、なるほど。みたいなことを実際やってるときは思ってたんですけど、これ動画撮ってるときってうまく話せなくて、この動画を後でちょっとたまに見返すたびにもっと喋ったらよかったなっていう後悔をするっていう、いやそんな動画ですよね。確かに僕もね、編集の面でもうこここうしたいこうしたいって今見ながら思ってます。あこうね、初回にしては頑張った方だと思ってるんですよね。いや、そう思います。本当にこだわってないとか、あ、今はなんかその本当のこだわりがあるんですか。太いフォントを使ってるんですよ。へぇ、右端の空白できてるのとかね、嫌いですね。あ、それはまずい。黒い空白できてるんですか。はい、あー、ちょっとそういうの。はい、いや、大谷さん第一トライ、はい、どうぞ。お、どうなるのか。まあ結構もうちょい、これ一発目は取れてないとしても、はい、二発目取れてるのすごいですね。あー、確かにスタートはほんま悪かったですよね。スタートとゴールに集約してる課題ですね。そうですね。とはいえ、ここですね、さっき言ったのは。そうなんです。この体下げるところも結構難しくて、あとこれで飛ばしちゃうんですよね、一個。あ、そうか。手前のやつ、ピンクを直接行かずに。で、あ、でも戻したね。おー、耐えた。危ないな。ちょっと動きしながら、あ、ね、おお。おお、まい。ここも、うまい。左足残しますけど、切って完全に手だけでも止まるとか、後で行けましたね。余裕ですか。その人の体格とか、リーチに合わせて、ね、こういろんな生き方できる課題が。振り回したりとかしながら、正解にたどり着いてました。結構、もうないですけど、いろんな人が触れる課題です、ね。いい課題ですね。そういうことです。はい、というわけで、大江さんの大勝利でした。ありがとうございます。はい、やった。どうでした。ここからこの結果はどうでした。いいね、質問に困ってどうでした。概要欄のツイッターですごいコメントしてましたね。
こんな感じでいろんな動画これからアップしていきますのでよろしくお願いいたします。もし面白いなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いしますチャンネル登録、高評価というわけで、女性クライマーが強い男性クライマーに挑戦状を叩きつけてみたでした。ありがとうございました。あ、こういう感じで終わるんですね。こういうね、エンディングないんですね。はい、で今のありがとうございましたも後取りしたの覚えてますよ。あ、で音だ声だけ入れてるんです。声だけ確か入れましたね。ぬるって終わってしまったんで、はい、どうしようと思って、はい、エンディング作るっていう発想がなかったんですよ。あ、でありがとうございましただけ入れたいからちょっと一緒に喋ってって言って、あ、そんなことしたのですよ。そうですね。で、かおりさんもオープニング一緒に撮ってないから、はい、ワッショイは踊りなんですよ。あ、そうですね、多分そうはないな、これ後で撮ったよなは伝わりました。で、あの、どれかいいやつ使うからって3回言わせといて、はい、で3回とも使ったっていう3つのワッショイ。そうそう、懐かしいですね。これいつでしたっけ、4月とかいつかもわからないですけど、あ、でも長袖着てるっていうことはそうですね、そのぐらいなんでしょうね。あ、暑くなる前ですね。暑くなる前です。左の方に懐かし のルーフラの課題がちょっと残ってますね。ちょっと見えてますね。行ってもんみたいな感じの課題をいっぱい作ってたやつですね。出ましたね。そう、この時ってまだあったんですよね、4月。あれがいつからいつぐらいの期間でやってたものなのかも僕はあのはっきり覚えてないんで。先週ぐらいに3ギガって、お久しぶりですか。ここ頼まれたんですけど、おはようございます。それはもう本当におめでとうございます。これ使っていいかな。ウルフとかすっきりしましたね、なくなったんですねみたいな話してて、はい、最後に来たのがいつやったか、多分6月か7月か8月に生まれたって言ってあって、その直前から忙しくなって、取れなくなったって言ってた感じで。なるほど。その頃はやってたんだろうなって。では続きまして、記憶力対決。あ、言ってもらった。いいか。仲間の記憶力対決。はい。はい。これ、サムネイルでね、あの、〇〇対決って隠してるけど、みんな記憶力対決って呼ぶんですよね、この動画のこと。あ、サムネ変えた方がええかもしれないですよね。サムネイルって後で変えれるんですか？変えれるんですよ。なるほど。近々サムネイル変えようかな。じゃあ、見ていきましょう。はい。こんにちは、ホルダープレートオーナーのキバです。わっしょい。大上です。この時、バッキーじゃなくてキバイって言ってめっちゃ感じで。これはさっきはバーキーでしたっけ。バーキーでしたっけ。そもそも名前出てない。名前出てないと思う。熟知してるわけですよね。そうですね。では皆さん、一番必要な能力って何でしょうか。パワー。違う。やっぱ柔軟でしょう。違う。ブーブーです。違う。体幹。違う違う。トレーニングに一番必要なのは記憶力です。え、記憶力。この棒読みめっちゃ好きなんですよ。僕の声好きです。記憶力だけだ。これからお二人にはテープが貼ってない仲間に挑戦していきます。はい、ではちょっと場所を変えていきましょう。わっしょい。わっしょい。やっぱ懐かしいな。わっしょい。懐かしいですね。ちょっと見つけていきます。チャラスキーモノイルカットしますね。で、1番、2番みたいな感じでさせていきます。ウッさんと大江さんが、でもやっぱ動画撮ってるとちょっと無言の時間ってなんか不安になったりするんで、とりあえずわっしょい言うときは間埋まる感じとかは確かにありますよね。ちょっとありましたよね。お二人の隣の相手は見ることができます。そして先に守り切ったこの勝ち、時間制限がなくなってしまうので5ターンで終了します。いや、この微妙なボケ。で終わってしまった時に、これは進んでた方が勝ちなんです。私とツッキーさんの責任が取ってしまうのが相手に見せてしまうみたいな。突っ込んでくれてるんです。そうなったら編集でオフザメを選んでしまったら相手に見せてしまう。先に逃げてみたいな。先にツッキーさんがボソって、つまり何が重要かがちょっと声張って、後から後追いで一番質問の5ターンで。ということで、課題やっていただいて、登れた方の勝利という。課題は3つとも20点の課題です。ルールが複雑ですよね。もうちょっと簡素化するべきやと思う。こちらの記憶力対決、第1課題、プレスタート。僕緊張してるから、はい、ブラシでめっちゃ叩いちゃってるんですよ。あ、そうですね。はい、見てる分にはこのカツカツは全然気にならないんですけど、やっぱり編集してると気になります。めっちゃ気になりますね。
こえるんで。ああ。弱ってる時にやるのやっぱ恥ずかしい。ですよね。勝った方が高校になります。じゃんけん対決。こうだ。じゃんけん。土さんが高校、大江さん先行で。大木さん、トライしますか。お答えしますか。トライします。じゃあ大江さんのトライです。これはトライやろ。素敵なのツッコミも早くそんな2番。はい、で3番を当てて3番3番これ、ツッチーさんの声が入ってるのがいいですよね。あれ、ね、プレスタート2番。これリプレイ3番、4番、5番、3番、4番、5番、3番、違います。合ってるんですよね。合ってますね。あ、違います。それは違う。それは間違える。違う。違うよ。最近ね作ったやつをバインダーに書いて、はい、それを指示してるわけですけど、はい、間違えてる、ね。はい。こうやって結局指示が違う。指示が違う。何勘を一発で当ててるんですね、ここで。さすが。3、4の間違いですね。違います。普段で最近進んでた方が違います。トライしました。トライしました。トライしました。ここですね。ここで14。はい。先に登り切れるか。16。あ、振り返って。こっからが私の方。17ぐらいで。え、何の。これ。違うよ。17手目。違います。どうしよったら、ね、全部どこの何番って答えられるんで。あー、そうですね。18、19、19、19、19、19、はい、はい、はい、から20万では、大江さん、トライしますか。トライしますか。あれってでもやっぱ編集大変ですよね。めっちゃ大変ですね。せっかく変わったらいつも変わるんです。あー、聞いてないです。すぐ仕事終えはるんです。今日は一瞬でここで研究して待ってます。やったやったな。18、どっちやろ。この2つのどっちかなんですよ。どっちかなんですよね。では、福井さん、大丈夫か。投稿お答えしますか。お答えしますか。お答えですか。ここまでお答えですか。はい、トライです。これで間違えた。間違えなかったですね。なるほど。勝ってます。18、19、負けましたね。これ勝負でしたよね。そう。
高く、はい、1回戦は見事ツッチーさんの勝利。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画が面白かった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。この後もね、概要欄のリンクのインスタグラム、ツイッター、フェイスブック、TikTok のフォローもよろしくお願いいたします。次回大上さん2連勝、また見てね。バイバイ。なんですけどデータ消しちゃったんですよね。そうですね、私が消しちゃいまして、消しちゃったんですよ。なんか動画保存できてなかった。あ、違うか、消しちゃったんです。クラウドにバックアップ取れてると思ってたら取れてなかった。アップロード中に消してしまっていると思います。はい、当時は全部スマホで録画してたから起きた悲劇みたいな。そうです、当時スマホだけ1台だけで撮ってて、今でこそ何台も撮ってますけど、はい、容量が全然なかった、はい、Google Pixel の 3A っていうちょっと古めのやつ使ってるんですけど、今もう SD カードさせない、2時間ぐらいしか撮れないんですよ。2時間か、動画で言うとギリギリ、はい、第2試合第3試合ってやってった中で途中のやつが消しとかなあかんわと思って、はい、バックアップ撮れてるなって思ったやつを消したら、はい、撮れてなかったっていう。そんなこともあったなって。1本目こそちゃんとこう記憶力対決なんですけど、3本目なんかはもう2人とも課題分かってんのに登れへんっていう。ただのクライミングの勝負になるっていう。そうですね。でオツとしてもちゃんと面白かったんですよね。いやそうですね。そう、動画的にあれなんてちゃんと面白かった、はい、普通にいい勝負の名勝負やったのが、はい、僕たちの記憶までだけ残ってるっていう。そうですね。最後こうちゃんとしたセッションみたいなのになって、あ、ムーブこれやみたいなのになって、で結局あれ最後3本目はゴールまでは行かずに、そうか、2人とも行かなかったんですよ、確か、はい、で、手数も進んでた私が、まあ、一応勝利みたいな感じに、はい、ゴール下がってマッチできんと落ちたんですよね。そうですね、そうです、そうです。課題でしたね、あれ。いい課題でしたね。で、後編の方も一応あるんですけど、ちょっとクソみたいな動画なんで楽しみにしてください。編集の苦労の割に割にみたいな、まあ人を選ぶというか。長尾の記憶力対決でした。はい、はい、次はね、ちょっと新しめのスラブ課題なら激強クライマーでも勝てるのかっていう動画です。はい、はい、結構最近のね、かなり最近です。はい、これはセッション会が中止になった日か。あ、はいはい、では見ていきたいと思います。はい、なんで届くんですか、青井さん。なぜツッチーさんが登れていないかを解説したいと思います。乗り込み前にやや体が持ち上がっています。2人の方も一応注目です。皆さんスロープ好きですか。どうもこの大河のめっちゃ変わりましたね。一気に YouTube っぽくなってバランスだったりワッションの家マンベルとか必要ない課題が多いですよね。男性より女性の方が初心者でも登りやすい。そうですね。ここで今回の曲スロープ課題なら激強くらいのにも他でいるセット。この方も違うんですね。この炎で出るのは激強くらいの方が違うんです、はい、あ、違うんです、はい、で言うのも恥ずかしいですけど、はい、スラグは好きですか。スラグには嫌われてるな。じゃあ最高グレードって何級ぐらいですか。1級が最高ですね。1級が最高グレードなんですね。はい、じゃあ2人に聞きたいんですけど、はい、スラグも好きですか。スラグ好きです。好きじゃないの。お子さんめっちゃ好きそうですけどね、スラグ。まあ、いいですよね。スラッグだけじゃないかな、いろいろ詰まってはるっていう意味では。ちなみに、お二人、スラッグが得意ではない。していた壁って、どの壁かどうか。そうですね。スラッグが好きかどうかっていうよりかは、スラッグの課題がうち多いんですよね。あ、成績的に。なんか、スラッグから上手くなっていくって人が多いかな。これジャンプしてるじゃないですか、はい、ジャンプしてる時ツッチーさんも全然合ってないですよ。先にジャンプしちゃってて、ピョンピョンみたいな感じやったんですよ。それ編集でごまかします。だからよう見たら僕の腕が日本っすよ。へぇ、せーの。ありがとうございます。そんな編集の裏話があるんですよ。全然合ってない。1巡目は
は最後にトライしてください。2つ目、その時2人の登り方は見てはいけません。ルールっていうのはこれぐらいシンプルな方がいいと思う。さんが大活躍したら大阪さんも残らない可能性があって、逆対決ちょっと複雑やったと思う。これは悲しいです登りたいということで挑戦していきたいと思います。この子もいる。右の黒、はい、紫、黄色、うん、この枠はどうですか。あ、登ってるの見れないですね。そうなの、はい、皆さんは見れないので肉を。それでは、つっきさん、第1トライ、お願いします。はい、頑張ります。ここで合成したみたいな左下を上、自分で言うのもなんですけど、うん、結構好きなんですこれ、これこれはあんま好きくらいですね。あ、そうですか。好きなんだと思う。ツッチーさん爆笑しましたね。あ編集中のやつ見てもらって、この上がやっぱいいですねいや、めっちゃいいな思いましたこれちょっと前、ツッチーさんに見ちゃダメなんですよね言われてたじゃないですか。はい、それまで配置決めてなかったんですよ。あ、大江さんここに来てくださいっていうのを本当に決めてる。まあ、失敗も足長かったですから。黄色は上の方、はい、黄色っていうのが上の方ですか。上の方ないよね。どうするの。なんか ナイス。踏み替え悪いですよね。いやー悪いです。ここはビッグスで行けてるのすごいですよね。おお、ナイス。ナバフ、ナイス、ナバフ。すごい、ウクシーさん気づいてなかったらしいですね。今ね、あと球足間違えてる。ウクシーさん、ほんまに上乗ってると思ってたらしい。おお、ナバ、僕はミルバーチーさんの反応を聞きながら、あ、黄色さんと踏み間違えてるなって思ってたんですか。足、はい、足、あ、違う黄色の方、下でした、下でした。僕はたまに見てなかったですね。全員やられてフォアルから。
2、3巡ぐらいでトントンって進んでいく想定やったようですよね、多分。あ、そうそうそう、2、3巡もすれば次に終わっていく想定でした。いつものセッション会やったらそんなもんで。あー、なるほど。あー、確かにそうですね、3巡早すぎたら残ってるストラがいっぱい回るみたいな感じですか。確かにそうですね。いやー、行き過ぎ見えたな。すぎてない。セッションにやっていきますね。なんだそのムーブで。編集が昔と全然ちゃうな、ほんまに。そうですね。チェコっていうの昔はパソコンじゃなくてスマホだけでやってて、ああそうや、そうですね。そう、スマホカット、キャップカットっていう短い動画作るための編集カットがあって、アプリがあって、はい、それで10分ぐらいの動画作ってたんですよ。一緒やったけど、でも立てそうな感じはあります。黄色に乗るよりかはなんすよね、立てそうな感じが。このどっちがほんまうまかった。綺麗にコテかわしてるんですよね。ガンバちょっとうまい。ガンバナイス、対決じゃなくて紹介動画もいろいろやってるんですけど、はい、またね、違いますよね。あ、そうです。声が入ってるっていうのと、ポンポンって進んでいくのを見て、機会があったらね、こんな感じのセッション会動画も撮っていきたいなと。あ、もっとみんなの声とかも入ってる感じ。はい、こっちに行きます。これはワクワクしてる。いやー、違う。ただ落ち着きがない。出発です。ご準備はよろしいでしょうか。はい、みんな初めスタートわからないですよね。足に乗ってますね。これね、ダブルスマリー全然なかったんですよ。あ、真ん中から確か作ってったんですよ。はい、レバームーブ入れたいなーで、どうやっていけるわーみたいな。はい、これのスタートってそのこの手のやつって僕オブザベであんま出てこなくて、あの同じようなスタートのピンクホールのまだやったじゃないですか、5球ぐらいの今。あれも同じ動きでスタートで、さつまいもスタート、さつまいもスタート、ピンクスタート。あ、そうです。あ、でも確か同じように左足でカウンター取ってみたいなスタートです。あれも実はスタート苦労してて、これ6球とかでしたね。確か5とか6ぐらいやったと思います。苦手ですね。苦手というか分かったらできるけど、なかなかこうオブザベ段階では出てこないですね、僕。へえ。まあ、いろいろ試していきます。いや、
は伝わってほしいかもしれないです。うわ、来た無理。ナイス。これもいけそうな気はするんですかね。ここでツッチーさんが。ここで足かけるのうまいですよね。うまいっすね、これ。これ緑。うん。緑。そうそうそう。全く見てへんから最初から狙ってるってことです。うん。そうですね。さすが。そうね。ここで初めて使いましたね。確かに動画的には出てきてないですよね、スラブの飛行士の僕らが言ってるだけで多分僕らしか言ってないスタート教えてもらうお、来た、うまくなった気がしますね。へー、まあ、あれですよね、タイミング掴むのがうまくなりますよね。はい、パッて蹴り上げると引くのと、そうですね、必要くらいは届くんですね。取った瞬間にちょっとこう体が落ちるのに逆らいすぎずに止めるみたいな。はい、どうもバーキーです。というわけで、なぜ大江さんが登れてツッチーさんが登れていないかを解説したいと思います。では2人の登り方を比較してみましょう。一見すると自分で聞いてても誰っつうの、ね、誰なんでしょうね。違うポイントがどこだか分かりますか。誰でしょうね。それは左手の効かせ方、体の重心、右足の蹴る方向が異なります。まずこの課題で特に重要になるのは、しっかり左手を効く方向に持ちながら乗り込むというのがポイントになります。この青いフットホールドのように平べったく斜めになっているホールドは、かかとを下げながら乗り込みます。点で乗り込むよりも面で乗り込みます。点で乗るとフリクションが効かず滑りますが、面で乗るとしっかりフリクションを効かせつつ乗り込めます。なのでかかとを下げながら乗り込むというのは2人とも上手にできています。では大江さんが登れてツッチーさんが滑っている違いを詳しく見ていきましょう。大江さんは乗り込む直前に体の重心を右下に意識して、ツッチーさんは次にホールドを意識して乗り込む前にやや体が持ち上がっています。見ながらはそうなんや。蹴る足、乗り込む足、両方の力が伝わりにくくなります。2人の右足の蹴る方向も異なります。ツッチーさんはホールドを取ろうと意識するあまり左上方向へ蹴り込んで、まっすぐと体が高いホールドの方向へ向かっています。一方大江さんはやや上方向に蹴って、左手が効く方向という意識が、2人の肩の位置に注目してください。ツッチーさんは肩が左に乗っているため保持できず、左足の踏ん張りが少なくなりラクラクしています。大江さんは
今肩が左に寄っていないので、見たら結構あこんな動きしてんねやみたいな。左足を盛り込みで支えられています。これが2人の違いでした。ここでこのような場面で遠心力を活用しましょう。自分ではうまいことやってるつもりでも意識して先に体を近づけるとバランスが取れなくなります。る時もありますし、一旦ブラウンとさせながら重心を落とし切って、登れてないけど、ムーブ自体は円を描くように腕を出しつつ乗り込みましょう。ちなみに大江さんは乗り込んだと同時に親指と小指が外れていました。このように親指でしっかりピンチさせて持つと乗り込んだ後も左手で安定させられます。今後ボルダーサイドチャンネルでは今回のような企画動画以外にも大江さんの打ち方講座、足の使い方、腕の方法もいいので、動画も配信していきますのでチャンネル登録をしてお待ちください。この動画の高評価もお願いします。初心者の方は長友をやり込んで上手くなりましょう。以上、バルミスでした。本編に戻ります。撮ってて結局めんどくさくてやめちゃいました。あの時一瞬でしたね。これね、動画編集いいですよ。コマ送りで分かるんで、足が先に切れたんだ、手が先に切れてるんだとか、手向きとか全部分かるんですよ。動画撮ってたことは昔からあった、昔あったんですけど、編集しだしてからはどんな動画見れるようになって、ここが違うわーってめっちゃ分かるんですよ。さっきのバーキーレッスンも、はい、その今までの編集の積み重ねがあったからできてるから、ね、なるほど、そこで違うって分かるの。ナイス。で、ツッチーさんがトイレ行ってる間に、はい、チャンネル登録と高評価ボタンをポチッとお願いします。それではまた次回の動画で。ありがとうございました。そう、はい、はい、これ何も喋るパターンか。あ、そうか、喋るパターンありますよね。どうしたいの。はい、まあ、っていう感じで、楽しいセッション会でした。楽しいセッション会でしたね。あの動画はここで終わってますけど、はい、この後あの、はい、本来やるはずやった残りの3本も遊んでるんですよね、はい、遊んでます。実はで、はい、撮ってるんですよね。撮ってあります。はい、なのでサブチャンネルで後日公開する予定です。まだ編集が追いついてないです。今までシャトーランの方を先にボンボン出していってますんで、はい、この動画が1日に上がってたら僕のフルが上がってます。あ、シャトーラン、シャトーランの僕のフル、はい、でさらに、明日これが1日に上がるんやったら明日2日に、はい、僕と魚屋さんとサトッペさんの自己ベストを後で後に更新したやつのフル動画が上がります。なるほど。でさらに、次の日かその週の日曜日に大江さんに商品を授与する、商品を授与する、はい、動画をあげます。商品を授与する、はい、授与授与授与、はい、カミカミ。そう、あれね、撮ったけど、はい、使わなかったですよね。そうですね、まあ、あの商品をいただいてるやつですか、ね、だけっていうかあれですけど、受け取ってやった。いや、最初入れてたんですよ、冒頭にね。
業界でいきます、商品、キッチンの方には商品がありますみたいなところを入れてたけど、はい、後半でサトッペさんのオチがついてしまったんで、その授与するところがいらなくなってしまったんですね。あ、はいはい、だからもう切っちゃえと思って切りました、うん、で、サブちゃんでその商品を商品を授与するところだけ、もう誰が得すんねんっていう動画ですけど、大江さんの相当なマニアじゃないと喜ばへん。いやいっぱいいるはずですいっぱいいますね、2億人ぐらい。そうですね、思うので、マニアの方はそれ見てください。いや、ほんまにね、これ誰ラジオをあげろって作って思いました。あ、もう作った？作ってます、もう作ってます。それは私もそう思います。誰が見んのやろうな。ただ商品渡してるだけの、はい、どうやって食べんのみたいな話してるだけの、いや、はい、しかもめっちゃ短い。見た後にもう何も残らへん。あ、はい、わかったなぁ、セッション会楽しそうやなぁみたいな、何も残らへん、はい、動画です。ぜひサブチャンネル見てください。まあね、月1でセッション会やってますので、ぜひ、面白そうだなと思った方は遊びに来てください。じゃあこれセッション会ちゃうわ。これセッション会ちゃうわ、はい、締めが違ったわ。まあ、月1でセッション会やってるってのもあるので遊びに来てください。っていう感じで3本見ていきましたけども、まあ、結構他にも企画動画アップしてたりするんですよね。はい、はい、何がありましたっけ他の企画動画。パッティさんがね、初めてセットした動画のやつとか、はい、あれも大江さん、ね、出てますよね、最後の最後ちょろっと出てます。あの日は大江さん遅れてきたし、あ、そうです、ね、じいさんと魚屋さんと楽くんかがいなかった、はい、まあ、あの日もちょっとセッション中止にしようかなと思って。うん、なるほど。その時作ってやった課題がさっきのスラブ課題です。あー、ほんまは、はい、その時って感じ。その時用の課題やったね。なるほど。で、120度変えてないから、ちょっと今テストしてみるってみたいな話したら、はい、もうちょっとやってみますってなって、元のところ後取りするんですけど、もともとその、まぶす予定やった壁があって、そこがまっさらに近い状態やったから、そうそうっていう経緯で。ちょっとやってみますってやってみたのがきっかけですね。で、後日、めっちゃ暇な週があって、はい、めっちゃ2人がセットしてくれたっていう流れです。あ、そうです。そうです、はい、その日に大江さんがめっちゃ2級のやつセットして、はい、でさらにその後めっちゃセットしてくれたっていうのがありました。はい、ありました。この動画どうしようかなって、ね、あれでも撮ってるんです。一応ね、撮ってるんです。そうなんです。タイムラプス的な出し方しようかなとは思ってたんですけど。なるほど、やってみようか。はい、出すかもしれません。いや、楽しみですね。他にもね、魚屋さんのまぶし壁の中から新しいボード見つけられるかって、はい、ありましたね。あのロッケストラ、西宮市のロッケストラさんからホールドを買い付けまして、そのまぶし壁を作りました。その中に新しいホールドを7個だけ足しました。それを常連さんやったら見つけれるかっていう動画です。クライミングチャンネルやのに登ってないっていう。そう、はい、一切登らないっていう。これ、ね、魚屋さんにも最初出てくれって話して、はい、考えてるのがあるんです。まだちょっと企画練り直してるとこなんで、じゃあまだ聞かんとくわみたいな感じだって、はい、で当日来てくれて喋ったら、え、登らへんのってなりました。靴用してたのに登るんちゃうんかい。魚屋さん本人もまさかの登らないそう、まさかの。なるほど。っていう動画でした。あれどうなんですかね、需要はあるんですかね。俺さんどうでした。僕は楽しかったんですよ、ね、これはわかるやろとか、これはわからんやろみたいなのいろいろ思いながら見れるんで、まあ、僕常連としては楽しい動画でした。なるほど。全く来たことない方は面白くないかもしれませんが見てください。あ、でもそうですね、あのボルダリングジムのチャンネルなんで残ってるところを見たいっていう人はあの多数かもしれないですね。ですよ、ですよね、はい、今後も登らない企画をどんどんやっていきたいと思います。それでもまあ楽しくはありますよね。はい、おそらく実はね、あの登らない企画結構考えてたりして、クライミングジムならではの登らない企画。いや、楽しいですね。はい、マブシカメの話でね、はい、めっちゃキャンパに使ってなかったホールドって、はい、ついてるんですよね。ああ、常連さんでもそんな見たことなかったホールドっていう。ちっちゃいホールドとか使ったかどうかも自分ですらもわからない、はい、あるかもしれないっていうところは無視してます。まあでも常連ならね、まあね、常連ならわかりますよね。
シャトーランド記録会ですよね。最新作、最新作の、で長物ミルテの長物をどれだけ早く登れるかっていう、それを競うクライミングの新種目みたいな感じで考案しまして、でそれの記録会を開催しました。はい、はい、で概要欄の方にもリンクあるのでぜひ見てください。あれ面白かったですよね。僕はめっちゃ好きですね。ね、はい、多分ね、やったことない人って難しさが伝わらないと思う。ああ僕らはめちゃくちゃ楽しかった。そうですね、やっぱやってて楽しかった。の長物があったら、まあ、ちょっとどこでもできるんですよね。そうですね、20手の長物を作れば、どこでもできます。公式音源が YouTube にありますので、皆さんのホームジムでも挑戦してみてください。結構ね、やってみたら面白いです。もしやる機会があれば、ジムのオーナーさん、店長さんがやってもいいよっていうふうにやったらやってみてください。ああ、また20点の長物って今そうです、ね、セット直後なんでないですけど、はい、まだはい、で記録会は多分しないと思うんですけど、はい、なんか記録表を前作ってたやつみたいなの作って、はい、みんなそれおのおの書き込んでいく。そうですね、おのおのできるようにはしようと思ってます。で、言ってたとおりの記録会の動画でも最後で言ってたんですけど、初見トライ、はい、初見トライもやってみたいなと思ってます。で、作ったら、大江さんにまず挑戦してもらいます、うん、で、大江さんの記録を公表した、初回記録を公表した上で大江さんに挑戦っていう企画をやりますのでまた挑戦されるんですか。はい、また挑戦されます。勝手にご覧のところで頑張らせてない、はい、挑戦したい方はご一報ください。はい、こちらの方に DM ください。だとか何でもいいです。もう実はね、20手の長物っていうかできてます。100手分90度はできてます。実はなるほど、まあ、貼ってないだけでいつ貼ろうかなと思って、連休明けに貼ろうと思います。貼る前に20まで貼って、はい、大江さんに先に挑戦してもらいます。なるほど、保険トライを、はい、やるので、ぜひやりたいです。はい、という感じで、ジュッテシャトルラン、大江さんの挑戦もよろしくお願いします。はい、2月の前半かな、まあ、何人か集まったら締めてきます。もう、ホトペさん来てね。シャトルランなんですけど、はい、大江さんってどれぐらい練習してました？あー、5、6回ぐらい。初めて、裏話ですけど、こう音源作るときにどんなもんでやるかとか、あ、はい、調整で何回か、はい、動的にやってたりしてたじゃないですか、うん、それ含めてちゃんと通したのは多分 4、5回ぐらい。それ以外にちょっとムーブのここは固めとかなあかんなっていうところの足場決めたりっていうのをちょいちょいやってたぐらいの感じですかね、うん、ちゃんと通しは5回ぐらい。なるほど。公式音源で練習したのは3回ぐらい。そうですね、3回ぐらいと思います。僕もね、公式音源でちゃんとやったので2回です。あ、でそれまでに音源の調整で何回かやってるぐらい。最初ももっと感覚違ったんですね。あ、そうですね、ぐらい今出てるのがちょうどいいぐらい。初めは確か音源短すぎて大上の記録がカンストするっていう。そう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 、そこまで行くわけないやろ思ってたら、あれが16往復とかでしたね、確か。あ、そうですね、多分ね、あれ公式音源になる手前のやつですが、途中まで一緒なんですよ。確か全然練習してない状態で、一周片道僕とツッチーさんが20秒ぐらいだった。ああ、はい、うん、あんまりね、あのシャドウランやろうぜって言い始めた頃ぐらい、はい、どんだけ早く登れんのかなっていうのを試すのが20秒ぐらいだった。あ、はい、で大江さんはあんだけシャドウしながらで14秒か15秒ぐらいの世界まで行ってたんですよね。あ、でもそれは逆にその音に合わせていって何回かこう往復して動きが完成されていったっていうのはあると思う。お、一発勝負の1手か20手までやったらそんなスピードは絶対なかったと思う。ああ、なるほど、はい、深いですね。だから初見トライもあれじゃないですか、その10往復ぐらいまででどこまで仕上げれるかみたいなのがポイントになると僕は思ってますね。さすが世界チャンピオン、楽しみですね。あのシャトルランの全人口が5人なんで6人か、ね、僕入れて6人なんで世界記録保持者ですからね。あの競技者お待ちしております。というわけで2022年の企画動画を振り切ろうという回でした。はい、ありがとうございます。
この2023年のボルダーサイズチャンネルの話なんですけども、更新内容としてはまず今年はハウツー動画をバンバン上げていきたいなと思ってます。今のところ仲間のメリットの動画しかないんですけど、例えばさっきのスラブ対決の中でバーキーレッスンとかありましたね。そういう中級者向け以上の内容なんですけど、初心者とか初級者向けの内容をもっと中級者まではフォローできるぐらいの内容のハウツー動画をバンバン配信していきたいなと思ってます。まあ、YouTube とかね、他の YouTube とかブログとかでも検索すればいろいろとクライミングのハウツー動画っていうのが出てくるんですけど、結構中級者から上級者向けの内容が多いかなと思います。で、初心者の初級者向け初心者向けのものでもあんまり噛み砕いてなかったりとかするんです。ボルダーサイズチャンネルではもっとそれを噛み砕いて初心者向けの動画をバンバン出したいなと思ってます。例えばクライミングに必要な要素っていうのは大きく3つあるんですけど、例えばテクニックとフィジカルとインテリジェンス、技術と身体能力と戦略が必要になってくるんです。はい、はい、記憶力と、はい、まあ記憶力は戦略ですね。はい、相手の人って、ね、フィジカルが上がって登れていくようにしていくのかなと思います。技術のところを中心にめちゃくちゃ細かく解説していけたらなと思ってます。で、そのまだ長々のメリットの配信しかできてないんですけども、今そういう台本をどんどん書き溜めていくというところです。で、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をしてお待ちください。お願いします。で、ハウツー動画以外では企画の動画をどんどんやっていきたいと思ってます。今回2人で見たような企画ですね。案は結構あります。楽しみです。はい、いっぱいお願いしようと思ってますんで、見る側として楽しみですが、はい、8割ぐらいだったんですけど、出る側でもあるんで、はいはい、出る側でいっぱいお願いしようと思ってますんで、なるほど、お願いします。はい、はい、そちらも楽しみです内容はまだ内緒なんですけども、もうすでに一つ動画撮ってあります。あ、はいはい、ルーフの壁でちょっと変わった動画を撮影済みです。あれめっちゃ楽しかったです。いや、楽しかったですね。で、その動画を今編集していってますので、まあ、1月中には配信したいかなと思ってます。で、他にもいろいろ考えてる企画があるので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。お願いします。あとね、企画動画にも出演してみたいよっていう方はご一報ください。で、あと更新の頻度なんですけども、今土曜日の8時で週1の配信でやってってるんですけども、どこかのタイミングで週2にしたいなと思ってます。で、最近サブチャンネルも今回の動画にも入ってきましたけど、始めまして、その1本目の動画の中でも話したんですけど、サブチャンネルで早く編集をする技術っていうのと、こうやってカメラに向かってうまく喋るっていう技術を身につけたいなと思ってます。めちゃくちゃ喋るの下手なんですよね。今まで企画動画の入りを撮る時とかでも、はい、めっちゃグダグダでそれをうまいこと編集してちゃんと喋れてるようにしてるんで、それを一発で喋れるようにしたいと思ってます。その練習をサブチャンネルにしたいなって思ってます。編集の方で言うと、ショートカットとか、 なんか編集のコツとかもだいぶ分かってきました。それでもまだ遅いなと思ってて、いろんな YouTuber の話を見てたら、はい、3、4時間でできることを僕1日以上かけてやってるなと思って、まあ、週2で更新できるようになったらなと思ってます。という感じで、2023年はハウツー系の動画と企画系の動画を2本を軸にして、今年のどこかのタイミングで週2配信できたらなと思ってます。2023年もボルダーサイズチャンネルをよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ最後に、大江さん、はい、今年の抱負を今年の抱負ですか、はい、冒頭でね、小林さんの長女も言ってたんでね。あ、抱負、めちゃくちゃクライミング的にベタな抱負ですけど、はいはい、まあ、グレードのこう更新というか、あ、なんていうの、これ言葉にするのいつも迷うんですけど、はい、限界グレードって言ってるんですか。RP グレード使わないですね。レッドポイント、はい、確かにうちでレッドポイントっていう人はあんまりないですね。今とこ9が最高なんで、まあ、目指せ初段と、おいうのは一応目標ですね。名実ともに激強くらいまで、いやー、なりたいですね言うてるだけみたいになってますからね。言うてるだけ、まあ、ぶっちゃけそうですかね初段でもまだ激強って言っていいかって言っちゃあかん、ちょっと怪しいじゃないですか。クライミング業界としては、はい、僕らのチャンネルをクライマーじゃない方が見てるから勘違いされると思うんですけど、はい、おじさんそんな激強ではないどっちかっていうとムーブがめちゃくちゃ上手い人だと思う。 ありがとうございます。そうなんですね、はい、ありがとうございます。僕らはクライマーとしては太いんですよね。かなり太いですねこれかなり太いです。標準体型だと思うんですけど、クライマーとしてはかなり太いです、はい、だから強くないですムーブの人だと思ってますそれ持てんのってやつ結構ありますもん。
あ、僕それ持てへんなって、多分めっちゃ足乗ってるなと思ってて、動画見ててね、引き込み方がすごいね。もしくはアグロがいいかもしれない。あー、そうですね、アグロがいいですね。ということで、チャンネル登録、高評価、通知もオンにしてください。ぜひボルナ先生に遊びに来てください。で、大江さんに会いたければ日曜日の午前中にお越しください。ちょっといいですか。実際そうですね。わざわざ会いに来る人はいないと思うので大丈夫です。で、実際来たらほぼほぼ確実に会えるので、ほぼほぼ確実に会えます。そして人見知りされます。そうですね。このテンションで喋るか言うたら多分喋らない。喋らないですね。僕は仕事なのでこのテンションでやるかもしれないですけど、基本人見知りします。いや、結構あるんですよ。インスタ見てて、はい、めっちゃ友達感覚でいきなり来られると、はい、結構うってなる。いやー、まあ難しいですね。難しいですよね、とか言うからあれですけど。それではまた、2023年もよろしくお願いします。また次回の動画でーす。